こんにちは、かけまるです。以前リクエストいただいていたと思うんですけれども、トロピカーナのシーズンズベスト2013年、夏限定バージョンですねの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。そういたしましたら、まず原材料目の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。ここですね、リンゴ、パインアップル、グレープフルーツ、マンゴーにパパイヤということです。それからカロリーの方は、100ml あたり48kcalということですね。はい、こちらがトロピカーナさんのシーズンズベスト2013年夏限定商品の中身です。アップルジュースかパインアップルジュース的な色合いをしておりますよね。それではお味をチェックしてみたいと思います。うん、そうですね、ちょっと酸っぱい感じがします。でも、そうですね、なるほど。最初マンゴー系が来て、その後にパパイヤ的なものも楽しめて、あとはそうですね、グレープフルーツ系の酸味がじゅわっと喉越しくる感じで、さっぱり甘酸っぱさっぱり的な、そうですね、テイストで美味しいです。どちらかというとちょっと、酸味が強い感じでしょうか。でも美味しいですね。すごくさっぱりしていて、ちょっともう一回チェックしてみます。うん、ちょっとグレープフルーツの苦味だと思うんですけれども、それもちょっといい感じでパンチが効いていて美味しいです。とても、トロピカーナさんのシーズンズベストですね、夏限定2013年度版ということです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。